こんばんは。9月の6日ですね、金曜夜中のお散歩です。ただいまの時刻は何時だ、25時40分45分ぐらいです。要するにてっぺん回ってます。実質的には27日です。なんか最近この時間のお散歩が多いんですけど、もうちょっと早くしてもいいのかな。明日は何もないっていうか、夕方江戸川河川敷に行ってみようかなとは思ってますが、お散歩でね。それ以外は特にないですよね。で、日曜日はちょっと予定ありで、日曜はね、映画を見に行ってきます。新宿今日から公開なんですけど、日曜はね、舞台挨拶があるんで、それも合わせて見ようかななんて思っております。写真撮影できるんだったら、カメラ持ってくんで、撮れるんであれば撮っちゃおうかななんて思ってます。映画は、100秒の剣王喧嘩バトルロワイヤルという映画です。出演はしてないんですけれども、当然僕全然役者とかじゃないんで、ただ撮影をやりましてですね、紙媒体、ウェブとか、そういうのは多分僕の写真が大量に使われてるんじゃないかなと思います。ポスターとかも多分僕の写真でしたね。主演がかっこいいんだ、関哲太くんって言って。お、友達が来たぞ、友達だぞ、クリスケ、ちっちゃい子だよ、はい、こんばんは。早くできるかな。怖いかな。ああ、見出せるなよ。あ、ごめんなさい。ありがとうございました。
メラニアンですね。ポメラニアンの丸刈りというか、柴犬ルックに、柴犬ルックにしているカットじゃないかな。可愛いっすよね。尻尾の先だけちょっと毛残して。うちの長男坊の吉宗もね、ライオンカットよくしてました。頭だけ全残して、あと丸刈り。で、尻尾の先だけちょっと残すみたいな。で、父ちゃんがカットすることも、まあ、バリカンですけど、あるんですが、あったんですが、やっぱね、なかなか難しい。うん、でトリマーさんの技術ってすごいよなって思いました。はいはい、はいおいで、はいおいで。ほら。はい、ちょっとコンビニで買い物するんで、今日の動画はこの辺で終了です。また明日。ピースケ。ピースケくん。はい、またねー。